大崎市の名物を味わえるイベント、古川八百屋町が青葉区で始まりました。古川八百屋町陰仙台は、大崎市古川で400年以上前から続く伝統の朝市、古川八百屋町をより多くの人に楽しんでもらおうと、毎年青葉区の江東台公園市民広場で開催されています。今日は古川の名物である団子の店など16店舗が並び、訪れた人たちは市場での買い物を楽しんでいました。おもちべっていう名前は知っていたので、もうこれは絶対ここで買わなくちゃと思って来ました。こういうふうに江東台公園でやっていただけると便利ですね。このイベントは明日まで開かれています。